やっと梅雨明けだ。暑くなってきたね。アウトドアな季節ですな。どっか外で遊ばね。うん、何しよっか。じゃあ釣りとかどう？いいね。今だと何が釣れるの？夏はヤンキーが旬なんだ。渚くんを餌にカツアゲを釣って逆にお金を巻き上げよう。ヤンキーに旬とかあるんだ。何すっかな。渚は何やりたい？じゃあ海なんてどうかな。お、ナイスピッチ、キャプテン。なんだ、杉野じゃないか。久々だな。あ、マジで。おー、杉野じゃん。杉野、こんにちは。おー、杉野。なんだよ、たまには顔出せよ。ちょっと罰が悪いよ。来週の球技大会投げるんだろ。うん、そういや決まってないけど投げたいかな。楽しみにしてるぜ。おしっかしいいよな、杉野は。いい組だから毎日遊んでられるだろ。俺ら勉強も部活もだからヘトヘトでさ。よせ、傷つくだろ。進学校での部活の両立、選ばれた人間じゃないならしなくていいことなんだ。へえ、すごいね。まるで自分が選ばれた人間みたいだね。うん、そうだよ。気に入らないか？なら球技大会で教えてやるよ。上に立つ選ばれた人間とそうでない人間、この年で開いてしまった大きな差をな。誰かやってくれると、どこか他人事だった。だけどミスターティーチャー教えて、未完成な僕ら、あなたという部落の影打ち抜けるでしょうか。挑む限り可能性が溢れた。ミスターティーチャー見て、ふむふむ、クラス対抗球技大会ですか。健康な心身をスポーツで養う、大いに結果。ただトーナメント表に E 組がないのはどうしてです？ E 組はエントリーされないんだ。1チーム余るって素敵な理由で。その代わり大会の締めのエキシビションに出なきゃなんない。エキシビション？要するに見せ物さ。全校生徒が見てる前でそれぞれ野球部、女子バスケ部とやらされるんだ。なるほど、いつものやつですか。そう。にゅ、俺らさらしもんとか勘弁だわ。お前らで適当にやっといてくれや。じゃあな。おい、ちょ、寺坂。まったく。野球となりゃ頼れんのは杉野だけど、なんか勝つ秘策ねえの？無理だよ、かなり強えんだうちの野球部。特に今の主将進藤、剛速球で名門高校からも注目されてる。勉強もスポーツも一流とか不公平だよな。だけどさ、勝ちたいんだ。コロ先生、前線じゃなくて勝ちたい。好きな野球で負けたくない。野球部追い出されて E 組に来て、むしろその思いが強くなった。こいつらとチーム組んで勝ちた。ワク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 。ああ、コロ先生も野球したいのはよく伝わったよ。ねるふふ。先生、一度スポコンものの熱血コーチをやりたかったんです。殴ったりはしないのでちゃぶ台返しで代用します。よーい、良すぎだろ。
最近の君たちは目的意識をはっきりと口にするようになりました。やりたい、勝ちたい、どんな困難にも揺るがずに、その心意気に応えてコロ監督が勝てる作戦とトレーニングを授けましょう。あっと打ち上げた、センター難なくキャッチ、試合終了。トーナメント3年野球は A 組が優勝です。ああ負けた負けた、はあ、次の試合見て忘れようぜ。俺らよりいいところない奴らがもっと恥ずかしい目に遭うのよ。へえ、それでは最後に3年 E 組対野球部のエキシビションマッチを行います。学力と体力を兼ね備えたエリートだけが選ばれた者として人の上に立てる。それが文武両道だ、杉野。お前はどちらもなかった。選ばれざる者だ。しまっていくぞ。おいおい、なんであんな気合入ってんだよ。そういや、コロ監督どこだ？指揮すんじゃねえのかよ。あそこだよ。カラスマ先生に目立つなって言われてるから、遠近法でボールに紛れてる顔色とかでサイン出すんだって。てかバレんだろあれ。1、2、3 1、2、3。なんて、やっほー。おう、殺す気で勝てるってさ。確かに俺らにはもっとでかいターゲットがいるんだ。あいつらに勝てなきゃあの先生は殺せないよな。よっしゃ、やるか。おう、にれさあ味わわせてやりましょう。殺意と触手に彩られた地獄野球を。さあ1回表 E 組の攻撃、1番サード木村、ストライク。やっぱ早いな超中学級は。140キロ出てるらしいぜ。え、140？ プロ並みじゃねえか。いやーすげえアウェー感。1、2、3。了解。しゃあ行くぞ。おっとバッター、気合十分だ。1回表3人で終わらせて裏に10点取ってコールドだな。さあ、進藤君第2球投げた。何？あっと、セーフティーバントだ。木村君は E 組1の俊足、意表をつけば楽々セーフにできるでしょう。セーフ、これは意外。ち、小さかしい。2番バッター、塩田君。1、2、3。あっと、ブッシュバントだ。寝る。強豪とはいえ中学生、バント処理はプロ並みとはいきませんね。どこにも投げられない。なんとノーアウト1塁2塁。なに？おい、なんか変な流れになってきたぞ。バカな、振動クラスの速球を狙った場所に転ばすのは至難の技だぞ。どうよ、こっちからあれ相手に練習してんだぜ。コロピッチャーは300キロの球を投げる。コロ内野手は分身で鉄壁の守備を敷き、ありがとう、間に合うかな。コロキャッチャーは囁き戦術で集中を乱す。校舎裏でこっそりエアギター、ノリノリでしたね、ミムダ君。もう立てて。次は対戦相手の研究です。この3日間竹林君に偵察してきてもらいました。面倒でした。進藤の球速はマックス 140.5 キロ、持ち球はストレートとカーブのみ。練習試合も9割型ストレートでした。あの剛速球なら中学生レベルじゃストレート1本で勝てちゃうのよ。そう、逆に言えばストレートさえ見極めればこっちのものです。というわけでここからの練習は先生が進藤君と同じフォームと球種で、進藤君と同じにとびきり遅く投げましょう。さっきまでの先生の球を見た後では彼の球など止まって見える。あっと、またバント。したがってバントだけなら十分なレベルで習得できる。フェア、ライトを2人と止まってしまった。3番磯貝セーフ、満塁だ。ノーアウト満塁。調子でも悪いんでしょうか進藤君。4番ピッチャー杉野君。杉野、1、2、3。プレイ。さあ試合再開。あっと、またもバントの構えだ。なんだ、なんなんだこいつら。俺が今やってるのは野球なのか。確かに武力ではお前にはかなわねえ。
けどたとえ弱者でも狙いすました人差しで巨大な武力を仕留めることができる。打った打球は右中間を深々と破る。二塁ランナーに続いて一塁ランナーもホームに向かう。バカな、打った次のも三塁へ、走者一掃のスリーベース。なんだよこれ、予定外だ。E 組3点先制。まずいぞこれは。顔色が優れませんね、寺井先生。お体の具合が悪いのでは？すぐ休んだ方がいい。部員たちも心配のあまり力が出せていない。理事長、いや、この通り私は元気で。病気でよかった。病気でもなければこんな集大を晒すような指導者が私の学校に在籍しているはずがない。ああ、やはりすごい熱だ。寺井先生を医務室へ。はい。その間監督は私がやります。何を少し教育を施すだけですよ。いやー、惜しかっただね。次リベンジ。ごめんね、私が足引っ張っちゃった。そんなことないって。気にすんなって。ちょだしのブルンブルン揺れる胸を見たら、怒りと殺意で目の前が真っ赤に染まって。カヤノッチのその巨乳に対する憎悪は何なの？だってそれさて、男子はどうなってるかな。理事長先生、一回表からラスボス登場かよ。今入った情報によりますと、野球部顧問の寺井先生は試合前から重病で、選手たちも先生が心配で試合どころではなかったとのこと。それを見かねた理事長先生が急遽指揮を取られるそうです。5番セカンド。さあ試合再開です。ここからどのように。これはなんだ、全員内野守備。バントしかないって見抜かれてるな。つってもダメだろ、あんな至近距離で。ルール上ではフェアゾーンならどこを守っても自由だね。審判がダメだと判断すれば別だけど、審判の先生はあっち側だ。期待できない。さて流れをリセットしよう。 E 組の杉野君だが、市のクラブチームに入団したそうだ。彼なりに努力しているんだね。だがそれがどうした。誰でも努力はしている。君たちのような選ばれた人間には宿命がある。これからの人生でああいう相手を何百何千と踏みつぶして進まなくてはならないんだぞ。野球をしていると思わない方がいい。何千の中のたった10人程度を踏みつぶす作業なんだ。さあ作業を始めよう。わった、打ち上げた。内野のプレッシャーにビビったか前原、これでワンアウト。いや冗談じゃねえ、こんなのバントじゃ抜けねえよ。どうすんだよこの監督。1 2 3、打つ手なしかよ。ストライク3バッターアウト、ストライク3バッターアウト、スリーアウト。あっという間にスリーアウト。ピッチャー進藤君完全に復調です。その調子だ進藤君。球種はフォーシームのストレートだけでいい。体を大きく使って威圧するように投げなさい。はい。皆にも繰り返すが、これは野球ではない、一方的な制圧作業だよ。はい、逆転するぞ。あの男もまた教育の名手だ。生徒の顔と能力をよく覚えていて、教えるのもやる気を引き出すのも抜群にうまい。二人のやり方はよく似ている。なのになぜ教育者としてこんなにも違うんだ。この二人の采配対決、少々興味があるな。わかったわ、カラスナ。要するに弾と棒でいい。1番レフト橋本くん。プレイ。 E 組すぎの第一球投げた。すごい変化球。打たすなよ杉野、ボール来ても俺ら取れる自信ねえぞ。わかってない。繰り返し言ってみよう。俺は強い。腕を大きく振って投げる。俺は強い。腕を大きく振って投げる。力でねじ伏せる。力でねじ伏せる。踏みつぶす。踏みつぶす。カルマ君。2者連続三振。
足元に出んなよコロ監督、踏んでほしいのは。ぬれ次の回打順は君からです。君の挑発で揺さぶってみましょうか。さあ2回の表、やはり鉄壁のバントシスト。8番レフト赤羽君、うん、どうした、早く打席に入りなさい、ね。これずるくない？理事長先生、こんだけ邪魔な位置で守ってんのにさ、審判の先生も何も注意しないの、お前らもおかしいと思わないの？ははあ、そうか、お前らバカだから守備位置とか理解してないんだね。小さいことでガタガタ言うな、リーグ B、 なかなかエキシビションで守備にクレームつけてんじゃねえよ。ダメみたいよ監督。いいんです、それで口に出してはっきり抗議することが大事なんです。2回の表、 E 組はなしすべなくスリーアウト。打った、低い弾道、フェンス直撃、おっとクッションボール取れない。進藤君楽々二塁へツーベース。コロ先生ありがとう、私の教育に協力してくれて。小細工だけで勝とうとする弱者たちと、それをたやすくねじ伏せる圧倒的強者、生徒たちはどちら側になりたいと思うだろうね。ストライクでバッターアウト。さあ3回の裏、いよいよ最後、野球部の攻撃を残すのみ。橋本君、はい、手本を見せてあげなさい。あ、セーフティーバント。今度はE組が地獄を見る番だ。すまねえ、いいっていいって。野球部が素人相手にバントなど、普通なら見ている生徒も納得すまい。だが君たちが先にやったことで大義名分を作ってくれた、手本を見せてやるというね。ノーアウト満塁、ここで迎えるバッターは我が校が誇るスーパースター、進藤君だ。踏み潰してやる次の。最終回のこれを演出するために彼を1回から育ててきた。最後を決めるのはバントではない、主役である強者のスイングだ。さあどう出る殺し屋たちの担任さん。さあカルマ君、さっきの挑発が生きる時が来ましたよ。ほう、ああなるほどね。やっぱり進藤は敬遠するしか。おーい、監督から指令。さあ試合再開ですが、この前進守備は明らかにバッターの集中を乱す位置で守ってるけど、さっきそっちがやった時審判は何も言わなかった。文句ないよね理事長。なるほどな、よく考えたが小賢し。ご自由に、選ばれた者は守備位置ぐらいで心を乱さない。へえ、言ったね、じゃあ遠慮なく。近い、全身どころかゼロ距離守備、振ればバットが当たる距離だ。気にせず打てよスーパースター、ピッチャーの球は邪魔しないから。くだらないハッタリだ、構わず振りなさい進藤君。骨を砕いても打撃妨害を取られるのはE組だ。なめた真似しやがって、大きく振ってビビらせや、引くに決まってる。ほとんど動かずかわすとは。二人の度胸と動体視力は E 組でもトップクラス。バットをかわすだけならバントよりも簡単ですね。ダメだよそんな遅いスイングじゃ。次はさ、殺すつもりで振ってごらん。この時点で進藤君は理事長の戦略に体がついていけなくなった。ランナーも観客も野球の形をした異常な光景に飲まれていた。なぎさくん、ダメだぞ。木村、次一塁、ランナー走ってないから焦んなくていいぞ。了解。アウト。トリプルプレイ、ゲームセット。なんと、なんと、E組が野球部に勝ってしまった。なんだよつまんねえ、E 組ごときに負けやがったぞ野球部。あの戦力差で負けるかよ普通よ。見てた人たちは知る由もないだろうな、試合の裏の二人の監督の
数々の戦略のぶつかり合いを。中間テストと合わせると一勝一敗ってとこですね。次の期末でケリをつけましょう。シンド、ごめんな、はちゃめちゃな試合やっちまって。でも分かってるよ、野球選手としてお前は俺より全然強え。これでお前に勝ったなんて思ってねえよ。だったらなんでここまでして勝ちに来た？結果を出して俺より強いと言いたかったんじゃないのか？渚は俺の変化球練習にいつも付き合ってくれたし、カルマや磯貝の反射神経とか、みんなのバントの上達ぶりとかすごかったろ。でも結果出さなきゃうまくそれが伝わらない。まあ要はさ、ちょっと自慢したかったんだ、昔の仲間に、今の俺の仲間のこと。覚えとけよ杉野、次やるときは高校だ。おや、高校まで地球があればな。どうした？いや、なんでもない。赤い残像、川の